皆さんこんにちは、ジェネジー水木担当の石井七瀬です。本日は、東海サウンドさんに来ております。なぜ東海サウンドさんに来ているかと言いますと、私石井七瀬の人生初アフレコ、そして、ジェネジーとアニメ四季桜のコラボ企画ということで、今日はアフレコ現場に、突撃していきたいと思います。アニメ四季桜がどんなアニメかと言いますと、東海地方を舞台に、名古屋のキャスト、そしてスタッフでお送りする、テレビシリーズアニメのことです。ちょうどね、ジェネジーを聞いてくださってるジッピーの方たちの地元のアニメとなっております。はい、もうね、緊張でもう心臓バックバックです。本当にもう手の震えも止まらないぐらい緊張してるんですけれど、でもすごく楽しみです。はい、このあとすぐアフレコがあるので、それでは行ってきます。バイバイ。それではアフレコが終わった中本さんにソーシャルディスタンス質問第1問、自己紹介をお願いします。はい、四季桜長津吉平役中本大輔です。よろしくお願いします。そんな中本さん、中本さん的四季桜の魅力をお願いします。はい、CM とかでね、結構バトルシーンピックアップされてると思うんですけど、それ以外にも日常パートで名古屋っぽいっていうところがね、たくさん出てくるんですよ。そういうね、小ネタとか普通のいつもの生活の部分楽しんでほしいです。第3問、アフレコの今日のアフレコの感想をお願いします。僕は今日は、短めの収録だったんですけれども、でもね、心拍数がガンガン上がるようなセリフを吹き込んできたので、ぜひ楽しみにしててください。中本さんはですね、同じジップ FM のサブカルキングダムという、ね、番組にも出演されてるんですけど、そちらの番宣もお願いします。はい、ということでですね、そうなんです、 ZIPFM SCK サブカルキングダム S に出演しております。土曜日の22時から24時で、放送してて、その収録をですね、毎週月曜日、夜19時頃からツイキャスでやってます。他にも四季桜のメンバー、出てるので、主役の野田くんに、ヒロインの真汐さんに出てるので、ぜひ皆さん見に来てください。きっとね、僕含めていつもと全然違うキャラクターでやってるので、よろしくお願いします。なるほど。それでは最後に、好きな食べ物を長津吉平っぽく言ってください。グレープフルーツ。おいしそう。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。